ようなキリ。小腹空いてねえか。鮭の唐揚げチップ食わねえ。君まで来たのね、幸平くん。ん？どうしてみんな私のところに。時間があるなら少しでも体を休ませておいた方がいいのに。ああ、それってさ、勉強会のことでみんな、なきりにありがとうって思ってるってことじゃねえの？別に私は感謝されることなんてないわよ。私がやりたいようにやってるだけで。あったかい。お、雑木林を抜けるぞ。なんかいくら食べたくなってきたな。は？何よ急に。ほら、なんか似てるじゃん。星空とイクラ、どっちもキラキラしてるし。似ても似つかないわよ。まったく、君には風流をめでる気持ちというものがないのかしら。いや、いい星空だとも思ってるってのは、鮭の皮かじってるから連想しまったのかね。もう何を言ってるのよ。あら、今まで幸平くんの顔がちらつくだけで気分を害していたけど、今はそんなに嫌ではないわね。